伊藤敦樹。大学卒業後にプロ入りした1年目にはプロアマ問わず全てのチームに出場資格が与えられる日本最大のオープントーナメント天皇杯で優勝。2年目にはアジアのクラブチームによる選手権大会 ACL で優勝し、3年目では日本代表に初めて名を連ねた浦和が誇る若き大型ボランチ伊藤敦樹。すでに2つのタイトルを獲得し日本代表デビューも果たした注目の若手ミッドフィルダーは、浦和が誇るダイナモ稲本潤一の再来と言われ、いつしか浦和の中核に。今回は浦和レッズに所属する期待の新星伊藤敦樹選手についてご紹介していきます。経歴、中学高校生時代は浦和レッズのアカデミーでプレーをしていて、中学3年生の時には高円宮杯優勝、高校2年生の時は J ユース杯優勝と中高で日本一を経験し、主力選手として活躍。浦和レッズのアカデミーで6年間育成され、ユース時代はトップ下などで主に攻撃的ミッドフィルダーとしてプレーしていましたが、トップチームには昇格できず流通経済大学への進学を選択しました。流通経済大学ではアカデミーで培ったゲームメイクを持ち味にボランチとしてプレー。1年次から頭角を現し、 U19 全日本大学選抜イーストに選出されて、なんとアジア大学サッカートーナメントにて MVP を受賞。チーム事情もあり、2年の夏からはサイドバック、3年の後半からはセンターバックとしてもプレーして、守備力とユーティリティ性も磨きました。2019年の天皇杯2回戦ではアカデミーから昇格できなかった浦和レッズとの対戦が実現。そして4年の時にはチームの主将を務め、エースナンバーの背番号10を背負いチームを牽引するほどの存在にまで成長を遂げます。そんな大学での活躍が認められ、2020年6月、2021年シーズンからの浦和への加入内定が発表され、生まれ育った町とクラブである浦和レッズに戻ってきたのです。そして2021年、正式に浦和レッズへ加入すると、2月27日 J1 開幕戦の FC 東京戦でなんとスタメンフル出場し、プロデビューを愛するレッズで飾りました。ちなみにプロでの初ゴールは5月5日のルヴァンカップグループステージの柏レイソル戦で、 J1 での初ゴールは11月20日第36節の横浜 F マリノス戦。プロ1年目ではボランチを主戦場としてレギュラーに定着し、公式戦53試合出場で3得点という結果を残します。翌シーズンの2022年からは背番号を3に変更。5月31日の第11節サンフレッチェ広島戦では、後半アディショナルタイムに逆転決勝ゴールを決めてチームを勝利に導きました。そして転機は今年の6月に行われたキリンチャレンジカップ。体調不良のため離脱したサンフレッチェ広島に所属する河村拓夢選手に代わって追加招集され、日本代表に初選出されたのです。招集翌日に愛知県にあるトヨタスタジアムで行われたエルサルバドル戦に76分から途中出場し、日本代表デビュー。9月に行われたトルコ戦ではスタメンに抜擢されると、代表初ゴールを記録しチームの勝利に貢献しました。彼女の噂、伊藤選手には美人な彼女または婚約者がいるのではないかという噂が常にあるのですが、それには理由が3つあるようです。そこで最初に伊藤選手の彼女が美人と言われている3つの理由をご紹介します。1、サッカー選手の奥さんは美人が多いから。第1に、サッカー選手の奥さんが美人であるという傾向があります。プロサッカー選手たちはスポーツに対する情熱から日々多くの注目を浴びており、その中でも日本代表の一員として活躍している伊藤選手はより注目の的に。その注目度から美人な彼女を選ぶ可能性は高いと言えるでしょう。2、イケメンだから。第2に、伊藤選手自身がイケメンであることが挙げられます。笑顔が素敵で容姿端麗な伊藤選手は多くの女性から注目を浴びていますので、イケメンであることは美しいパートナーを引き寄せることもあるようです。伊藤選手の魅力的なルックスは彼の周囲に美しい女性たちが集まる理由の一つなのかもしれません。3、性格がいいから。最後に、伊藤選手の性格も魅力的であることが挙げられます。協調性や思いやりのある伊藤選手にチームメイトからは大きな信頼を寄せているとインタビューなどで言われることもしばしば。性格がいい人は多くの人々に好意を持たれます。以上の3つの理由から伊藤選手には美しい彼女がいる可能性が高いという噂が常にあるようです。特徴、若くして確かな経験と実績を積んでいる伊藤選手の特徴は、攻めてよし守ってよしの攻守に輝く大型ボランチであること。
ディフェンスで相手からボールを奪ったかと思えば、すぐに前へとボールをプッシュできる推進力、それらに加えて球際での強さとドリブル突破、ミドルシュートの正確さも挙げられます。185センチという恵まれた体格を生かした守備に始まり、ボールを持てば確かな技術を披露する文字通り攻守の要の彼は、ゲームメイク能力にも優れている器用な選手。もともと大学時代からゲームメイクを持ち味とするボランチとして有名でしたが、そのまま展開力を生かして攻撃につなげる役割を担っています。高身長ながらテクニックのある選手で、中盤からゴール近くまで運ぶ推進力のある力強いドリブル、さらにシュート精度も高く、右利きながら左足でボレーシュートを決めるなど、その技術の高さがうかがえます。やや守備的なポジションながらゴール近くまで顔を出すことも多く、得点にも関わってくるので相手からしたら厄介なプレイヤー。実際2022年のシーズンには J リーグで4得点を挙げています。そんな伊藤選手はクレバーな思考を持っていますが、それ以上に情熱的なプレイヤーで、体格を生かした推進力のあるドリブル、ヘディングや左足でのシュート、スルーパスなどの精度の高さ、中盤でのデュエルなど、すべてのプレーで全力なので引きつけられるファンがたくさんいるそうです。プロになってからはボランチとしての出場が大半ですが、大学時代にセンターバックを極めろと、現在京都サンガで監督を務める長期ジェ監督に言われ、守備力にも磨きがかかっているユーティリティあふれるプレイヤーです。評価。そんな伊藤選手は海外でもその評価を高め始めています。A 代表の森保ジャパンに名を連ねた伊藤選手は、9月のトルコ戦で代表初先発に抜擢。25歳の躍動するボランチは、前半15分、ドイツのブンデスリーガ、フライブルクに所属するドウアン・リツとのワンツーでカットインし、ペナルティエリア手前から左足一閃、強烈なミドルをゴール右上に突き刺し、代表初ゴールをゲットしました。4対2の勝利を収めた後、ブラジルメディアグロボがこの一戦を取り上げ、先制点を決めた伊藤選手に賛辞を送っていました。豪快なゴラッソだった。日本は最初の攻撃で得点を奪った。侍の攻撃はまるで刀のような一撃でトルコに致命傷を負わせた。伊藤はミッドフィルダーというポジションで重要なオプションになりうることを示した。日本の勝利への道を開く見事なゴールを決め、守備面では前からボールを奪って2点目の起点にもなっていると称賛。伊藤選手はこの試合のマンオブザマッチに選出され、チームの最高点となる7の評価を得たのです。試合後に伊藤は現地での取材で1点目のゴールについて聞かれ、あそこの流れはレッツでやっている動き、最初はクロスを上げようかなと思ったんですけど、相手が思ったより食いついたんでキックフェイントをして、もう一度中を見た時に相手が遅れて出てきてくれました。だからリツといい形でワンツーできたんですけど、その時にはもう打とうかなと思っていました。相手もそこまでプレッシャーをかけに来てなかったですし、そこからシュートを打った瞬間、入ったと思うほど手応えがありましたと話しています。浦和レッズのスコルジャ監督も伊藤については、ここ数ヶ月彼の攻撃のパフォーマンスは大きく進化していると思います、そしてその素晴らしいポテンシャルを代表チームというレベルで見せられたのは嬉しいですね、将来的に代表に入る浦和の選手は増えていくと思いますよと、伊藤選手の成長ぶりについて嬉しそうに話していました。一方 J リーグで活躍を見せ違いを生み出せるようになった選手は欧州へ移籍する流れが加速しています。 A 代表デビュー2戦目で確かなインパクトを残した伊藤選手は今後海外からも注目される存在になるかもしれません。実際に所属している浦和レッズのマチェイス・コルジャ監督は定例オンライン会見で、今回の代表合宿でも J リーグから招集された選手はそこまで多くありません、つまりうちから招集された敦樹はそれだけの価値があるということ、そして敦樹が今後も代表で活躍し続ければ国外に行く確率は高まるでしょう、それは私個人の意見としては恐れていることの一つですね。でも選手の成長を考えると通常のプロセスなので、もしそうなれば受け入れていくしかありませんと、海外移籍が起こる可能性とその受け止め方について話しましたが、クラブの監督としては複雑な心境を口にしていました。最高のプレー参戦。ここで伊藤敦樹選手の至高のプレーを3つ紹介します。1、正確無比なミドルシュート。前線中央付近で右サイドの味方からパスを受け、左前にスペースが空いていることを確認した伊藤選手は、丁寧に大きすぎないドリブルを一つしてディフェンダーが距離を詰めてくる前に
ゴールキーパーの手の届かない右隅にグラウンダーのミドルシュート突き刺しました。この1プレーを見て、クレバーな選手であることがはっきりとわかります。2. 華麗なドリブルでの圧倒的な推進力。自陣のディフェンスライン最終地点付近から、中央やや右サイド寄りにドリブルを開始した伊藤選手は、ついてくるディフェンダーを嘲笑うかのように完全に置き去りにし、一気にペナルティエリア付近まで一人で運んでいます。その後、3人に囲まれますが倒れず、冷静に中央フリーの味方にパス。この時点で相手のディフェンスは崩壊しています。3. 絶対に倒れない強靭なフィジカル。攻撃でも存在感を発揮する伊藤選手ですが、守備も完璧にこなす器用さを持ち合わせています。このシーンのプレーですが、まず目を見張るのは浦和3人のパスワーク。自陣の狭いエリアにいながら見事なパスワークで窮地を突破してきます。その中で伊藤選手のボールコントロールなど細かいテクニックが見え隠れしていますね。そしてこのプレーの中で一番すごいのは3人をかわすだけでなく、相手の当たりやプレッシャーに全くひるまずに倒れないということ。味方からすればこれほど心強い選手はいないでしょう。今回は浦和レッズに所属する伊藤敦樹選手についてまとめました。今後もサッカーに関するホットな情報を配信していきます。ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。